それではですね、今回は、スパイダーマンやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。では行きましょう。コンティニュー。さあ、ということで前回はですね、サブクエストやったんですね。トゥームストーンの、麻薬王トゥームストーンをですね、痛めつけるということで、サブクエストをやりました。本日はね、メインの方を進めていこうかなと思います。さあ、ということでスパイダーハッキング、オズコープのタワーへ向かうということですね。ミッション。こちらでございますね。モーガン・マイケルズ博士がデビルズ・ブレスの鍵を握っている。ノーマンから博士とプロジェクトに関する情報を手に入れなきゃということで。ですね、前々回かね、大学の、ハロウィンパーティーに、デーモンがですね、襲ってきて、その、必要な、情報を聞き出して、そしてその人は抹消されてしまうというですね、恐ろしいことをやったわけですね。ちょっとですね、 BGM ボリューム SE とかちょっと音がでかいんで下げますね。マスターは上げておきましょうか。会話いいか。 BGM ちょっと SE 下げます。では行きましょう。メインミッションへレッツゴー。そうだ、なんかね、取れるものは取っておきたいですね。めっちゃあるな。この辺バックパックはちょっと集めておきましょう。だいぶ少なくなってはきたが、いまだに鈍感なスパイダーマンの少年少女ファンたちから E メールが届く。あの愉快な男なんて頭だったかな。ちょっと待てよ、トゥームストーンだ。奴のドラッグ工場を閉鎖させた功績を称えろとな。確かに奴がムショにぶち込まれたのは大いに結構だが、スパイダーマンがどうやってこの絶対にいつか音波と光波を歪ませる素材作り出してやる。ステルススーツは絶対便利だしね。なるほど、ステルス光学迷彩ですね。ごめんよジェームソン思いっきり遮ってしまって申し訳ない。デーモンか、ちょっと遠いんで。ほい、スパイスのピスクはこのスパイスを売って富を築いたって話だよね。美味しいけど一味唐辛子まさかの一味唐辛子王様フィスクMJ？ ああ、まさかフィスクは一味唐辛子を売っていたのか。次行きましょう。まさか予想外だったな。なんかね、すごいなんかめちゃめちゃなんか美味しい、ちょっとなんか薬品混ざってますみたいな、麻薬みたいなね、ちょっとなんか若干ね、なんか加えたみたいな感じのやつなのかなと思ったら、もう一味でしたかね。キッチェン。日に日にあらゆる面で私は前進している。全然そんな気がしない。だそうです。次、こちらバックパックですね。バックパックは本当によく集まりますね。どれ？これか。全体市内です。ああ、これデイリービューグル辞めた時のみんなからのメッセージカードだ。メッセージカードでグッドラックだから。ジェイムソン以外はね。 With the new job。
で、もう撮影しちゃいましょう。おう、最高。自然史博物館。ああ、ニューヨークの自然史博物館。一回は行ってみたいね。で、あとは特にバックパックないので直接向かいます。お、レベル上がった。うん、あれがあるわ。カバー範囲が狭いな。もっとタワーを稼働させなきゃ。タワーついでにじゃあやっていこうか。うん、捜査員応答願います。薬物取引の通報です。セントラルパークで合流を。セントラルパーク全域をカバー。セントラ、あ、ここセントラルパークだったの。マジっすか。どれでかいなと思ったわけだわ。まあ、バックパックあるみたいな。写真はバックパックもあるみたいな。噴水。ベセスダ。あ、ベセスダの噴水。何？スカイリムなの？ここの。力を手に入れてすぐこいつ倒したっけ。あんな大金手にしたのは初めてでさ。っていうかその一度きりか。スキル1個でも、あ、1個であるんだ。わあ、エブスタイクのダメージと範囲が増加。エブを巻きつけたブルートを掴んで投げるか。わあ、これ行こうか。ブルート投げようぜ。デブを。ちょっとあれだけやっていくか。セントラルパークで。襲われてる。よう。待ってくれなかったの？武器持ち、ちょっとフィニッシュムーブだけ決めさせて。はい、貼り付けるで、フィニッシュムーブで、で、で、はい、へい、終わった。もう終わり？最近の強盗って根性ないな。うん。すごいビクビクしてる。すごいビク。すごいビクビクしてる。でも、あー、すごいビクビク。すごい気持ちよかったんだね。よし、行きましょう。もう行きましょう、行きましょう。うん、よいしょ、レッツゴー。目の前だな。捕まったらお待たせ。待って、今さ、スーツスパは何やってる？これか。ね、ブラザー。前回強かったのはね、ブラザーなんですよね。スパイダーブラザー。敵いっぱいだな。スパイダープラザー。まあ、そうか、まだできないのか、プラザー。はい、
はい、次マンホール開け、はい、よいしょ、はい、ゴミ箱を投げちゃうよ。はい、はい、ライダーブラザー、オッケー、やっぱ強いよなスパイダーブラザーは。マンホール、やっつけた、イエーイ、オッケー、移動です。そこ 300m、 こちら西部の本部、もういいです。デーモンが全焼基地を制圧、これはデーモンの、 OK、 さあ行きましょう。よし、あそこからノーマンのオフィスに侵入、セキュリティシステムをシャットダウンしないと入れないか、バレたらビル丸ごと封鎖されちゃうだろうし。さあどうやってセキュリティシステムを止めるのかな。外からでもネットワークモジュールをハッキングできるはず。ネットワークケーブルだ、セキュリティモジュールまで辿ってみるか。これか、あった、セキュリティモジュール、意外と近かった。ビルの周りにホールやってる場所が悪いな、これな。オッケー、よし、まず1個、これならもう楽勝。なんだセキュリティチーム応答。セーブルチームアルファ待機中、電気系統がいかれた。了解。わあ、問題を突き止める間、その警戒を行う。楽になると思ったのに。わあ、これか、バレずに行けってことだ、これな。わあ、イライダ棒じゃん。完全にもう電撃イライダ棒ですよ。セーブルチーム、ソフトウェアに問題が発生したようだ。専門家を呼ぶ。危ない。了解。外の捜索を続ける。意外とざるか、セーブル。次、こっち。おい、怖い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 。危ない。壁張ってる時な、難しいな。サブシステムが乗っ取られた。オッケー、デルタプロトコルを開始。うわ、っていうかドローン流行りすぎじゃない。来たよまた、もうドローン。状況を報告しろ。外部は異常ないな、オールクリア。ソフトウェアの問題なのか。さあだ、確認中だ。警戒レベルを維持しろ。怖いってこれ。よし、残りはあと2つ。たどり着けんのこれ。怖い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 、ドローンが怖い。侵入者がいる可能性あり、今データを分析してる。警戒しろ。了解、警戒する。はい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 。オッケー、3つ目。危ないよ。くそ、またサブシステムがオフラインになった。誰か85階の外壁をスキャンしてくれ。了解、ヘリで向かう。ヘリとかを急ごう。やばいって。いや MJ、 今はちょっと。すぐ済む。チャールズ・スタンディッシュの居場所をつかんだ。接触できれば何か聞き出せるかも。危ないよ。メリー博士のこと知ってたし、マイケルズのことも知ってるはず。分かった。危ないよ。でも怖いよ。無茶しないでよ。これ中からバレバレだな。モジュール見つけないと。中からバレバレだな、多分な。
この上ね。ふい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 、よしよしよし、見つけた最後の見っけ。あれできない。やった。ノーマンのオフィスでモーガン・マイケルズとデビルズ・ブレスの情報をゲットできますように。開きました。外部は異常なし。ビルを封鎖するか。待て。オズボーンさんが電話の最中だ。追跡を継続。誰かいるのは間違いない。いや、ここには雲しかいないよ。さあ、中に入ったぜ。待て。安全な回線に帰る。私を甘く見るなよ。部下に君のファイルをチェックさせた。この裏取引をバラしたとして世間はどちらを信じるかな。檻の中にいるのは私じゃないぞ。待った、電話の相手ってもしかしてフィスク。仁王像、一体何の話だ。オークション会場の仁王像、 MJ が見つけたファイルの話してる。誰がファイル。僕たちだよ。でも情報足りないから微妙に違法だけど道徳的には許容範囲の不法侵入を実行中。つくづく尺に触るやつだ。嘘をつくな。そんなに怒んないで。フィスクとの秘密のラボのことはもうバレてるよ。でもラボの場所もマイケルズの正体も未だに謎。 PC から情報ゲットできますように。こうしたら行っていいのか。大成功。さあ、ノーマンのコンピューターをチェック。 GR27、 モーガン・マイケルズ博士は主任科学者。でもラボの場所は編集されてる。ふんふんふん。 AI 制御のクリスパー、もし実現可能ならどんな遺伝性疾患も治せる。脳包性繊維症もハンチントン病も信じられない。ネズミでも実験したんですね。これがそのネズミの様子。 GR27 がデビルズプレス。治療用に開発されたけど今のままじゃ生物兵器でしかないのか。ネズミ全滅したからな。唯一のサンプルはマイケルズが携帯してる。だから狙われてるんだ。マイケルズ博士を見つけないと。なるほど。デビルズブレスというのは、生物を死に追いやる、まあ、生物兵器、薬品だということですね。それをうまいこと治療に使うということができれば素晴らしい品物なんですが、それができないということなんで。さあ、次セントラルパークで MJ と会うと。ピーター。何？ MJ 聞いて。デビルズブレスはもともと武器じゃなくて遺伝性疾患の治療薬だったんだよ。でもまだ完成には程遠くて、治療する過程で体を傷つけるんだ。マイケルズ博士を見つけないと。こんな危険なものセーブルには任せておけない。手がかり見つけたかも。スタンディッシュがセーブルのセントラルパークの拠点に拘束されてる。彼はオズコープの CFO だし博士の居場所知ってるはず。接触してみるね。接触？ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり。こっそりと忍び込む。またね、パートナー。セーブルの敷地に忍び込む？そんなのやばいって。セントラルパークに行こう。いつでも手を貸せるようにね。さあ、チャレンジやろうか。一個チャレンジトークン、爆弾解除ですね。久しぶり。解除しなきゃまずいことになる。はい、急いで急いで。爆弾さん、さよなら。さよなら。はい、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 はい。
はい、爆発。この上、はい、はい、よっと、一つ解除。さあラスト、おーい、もうちょっとで完璧なのに。2個か、まあいいや。あ、出た。まあ戦闘感は多分何回もできるんだろうな。それではセントラルパークに戻って、MJ と会いましょうか。セーブルたちなら心配ないだろうけど、でも念のため。視聴者を爆破なんてするから黒叩きに合うんだよ。博士から伝言。ピーター、ついに煌めいたぞ。鍵は頭の中にあったんだよ。この私を見ろ。無限の可能性を秘めた脳がこの年老いた肉体に縛られている。だが脳が解き放たれれば可能性は無限大だ。神経インターフェースの開発では肉体の複製などというつまらない考えは捨てなければならん。いいかピーター、想像力と可能性に目を向けるんだ。脳に語りかけるんだよ。こんなに興奮してる博士初めてかも。興奮しすぎてないよね。やっぱブラザー強えな。そして博士がまた何かね、新たな発明というか、こういうひらめきがあったようですね。あそこちょっとタワー行くか。全部隊へ、現在爆弾を積んだトラックを追跡中です。バンダービルトの近辺に出動要請あり。そこはフィスクのアジトがあると。フィスクのアジトはちょっとまた時間あるときだよな。時間長くなっちゃうんで、まあ、先にセントラルパークに行きましょう。あそこのバックパックぐらいちょっと取っていってもいいな。古いカメラこれ初代カメラだ。ガレージセールで買ったやつ。しかもフィルム。ふう、初めて買ったやつか。スキル振るか。1ポイント。ロングストライクかな。ウェブストライクのダメージと範囲が増加。結構スキルも取ってきたな。スーツは出していける。最後部長かっこいいやつ。低重、空中にいるときに重力を低下させる。ふわーんっていくやつが、うわー、ちょっとドロ。ちょっとこれでいこう。何この悪役、完全にもう悪役だよこれ。あそこの写真だ。完璧。マッタン現代美術館。全部隊に次ぐ暴行事件が発生中との報告。セントラルパークに出動要請。ほんとでかいんだな、セントラルパークってね。どこにいるんだ MJ。
ぞ。バレとるやんけ。早いな MJ。 ちょっと接触、ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり。こっそりと忍び込む。またねパートナー。スタンディッシュがあそこにいるはず。ガードの目を盗まないと。ピーターがくれたルアーでも試してみようかな。これは無理だな。あそこのフェンスの隙間から行けそう。ガードの気をそらすだけ。狙い。とりあえずこっちだな。ほら、バイバイ。今のなんだ。行かないと。この隙に移動する。俺は客人を見てくる。ここにいろ。了解。客人、スタンディッシュだ。どこかにいるはず。向こうだよ。なんだ。ザルだなセーブル。気のせいか。わあザルだな。何あれ。なんかあるよ。デーモンはデビルズブレスの関係者を殺してる。スタンディッシュも狙われてるんだ。みんな狙われてるんですね。よし行かないと。あそこにスタンディッシュ。やっぱりいたいたいた。テントに近づかないと。スタンディッシュを確保しました。通信も遮断しろ。マイケルズやデビルズブレスのことをリークさせるな。了解。イラついて。くそ発電機が。すぐに気づかれる。本当ザルだな。調子はどうだ。輸送できそうか。問題ない。ボスの命令が降りたらマイケルスを移動させる。移動させる。急いで移動先を調べないと。どっちから行くのこれ。今妙な音がした。見てくる。あ、バレたか。見つかったの。ダメだったか。電気消してるうちに行くべきなのか、そっちから行くのが正解ではないのか。まずここはこれ正解なんだよね。まずは。くっそ、ダメだったか。さすがにな、セーブルもそこまでザルではないか。向こう向いてんのね。こっちだから出ていきます。調子はどうだ。輸送できそうか。問題ない。ボスの命令が降りたらマイケルスを移動させる。移動させる。急いで移動先を調べないと。向く前に移動する。さっさと出発しろ。もうアップタウンに着いてるはずだろ。了解、出発します。トラックが出る。後ろに隠れよう。ほら行って。
げえなこれ。よいしょ。やった。ご到着です。おお。で、次は。ブラボーとチャーリーがマイケルズの移送を担当します。あと二人加えろ。チャンス。オッケーオッケーオッケー。これでテントのところに機密情報。ご到着。これって隠れ家。スタンディッシュならマイケルズ博士がどこにいるかわかるかも。スタンディッシュのテント。あ、そうか。行こう。はあ、危ない。お、車出てきたんだ。危ねえ危ねえ。ああ、お願い。失礼します。おい、いるんだろ。誰もいませんよ。気のせいだったか。誰もいませんよ。誰か援護を頼む。待って。あ、間違った。ダメだった。ここをどうするか。もう一個投げるのか。スタンディッシュのテント。マイケルズのやつ、デビルズブレスを持ち歩いてたのか。オズボーンにとってそれが一番安心なんだ。後で泣きを見ないといいけどな。またか。たくどうなってんだよ。ここはね、もう余裕のよっちゃんですよ。で、車が出てくる。さっきこの車出てくる前に行っちゃったな、今。行こう。危ない。ここまず2人行かせてからですね。ああ、お願い。まあ、これなるべく遠くに投げておく。向こうにも投げておく。その間にイン。さあ、行くのはいいけどさ、どうやって脱出する気なんだろうね。スタンディッシュさん。うわ、なんだ。教えて。モーガン・マイケルズ博士はどこです？リーの手先か。そうなんだろう。いいえ。殺したいだろ。自分でやれと伝えておけ。私はデーモンじゃないし、セーブルでもない。記者なんです。それにあなたと同じでリーを止めたいの。ワトソン、
聞いたことがあるな。頼む、聞いてくれ。博士は今バワリーにいるが、明日の昼安全な場所に移る。だがグランドセントラルの件もあるし。グランドセントラル？デーモンが話してるのを聞いたんだ。奴らはあそこから。あそこから何？グランドセントラルに何があるの？あれは誰だ？スタンディッシュさん。やっば。ちょっと何なの？セーブルの部下じゃないよね。絶対違う。ごめん。こんな人来たらちょっとな、ビビるよな。ちょっと待って、まだ話の途中。こんな人来たらビビるよな、そらな。MG は帰ってきました。ふう、間違いなく人生最悪の脱出劇。 MJ 怒ってそう。絶対怒ってない今のな、歩き方。さてと、 MG、ね、一言言わせて。ごめんチャーリー、気絶させて私の調査台無しにしておいて、ごめんチャーリーしか言えないわけ？あんな時までジョーク？え、MJ、そうじゃないって、場を和ませたかったんだよ。場を和ませる？なんで私たち別れたんだっけ？君が仕事に専念できるようにだろ。あなたがいつまでも私を子供扱いするから別れたの。これはダメ MJ、 あれもダメ MJ、 危険すぎるよ MJ。 確かにスーパーパワーはないけど、悪者扱いしないでよね。武装傭兵の基地に潜入したんだよ。わかった、もうやめ、この話はまた後にしない。マイケルズについて何かわかった？わかった。マイケルズはバワリンにいて、明日のお昼に移動させられるって。最高。他には、僕が邪魔する前グランドセントラルの話してた？それが、ううん、なんでもない。ピーター、もう切るね、締め切り前なの。あの声、絶対まだ怒ってる。ザク、何がスーパーヒーローだよ。スパイダーマン。ちょっと落ち着こう、パトロールしてストレス発散。さあ、じゃあ落ち着くために大学の仲間サイドミッション行きましょうか。スパイダーマン、助けてくれないかな。ルームメイトがずっと行方不明なんだよ。わかった、名前と最後にいた場所は？名前はカルロス。ソーシャルメディアで顔認識サーチをかけたんだけど、ほら今からメールするよ。頭いい。君は？この顔か。フィリップちゃん。よし、フィリップ、僕に任せて。他にも行方不明の人がいたら教えて。よし、写真に写ってる場所を特定すればいいんだな。海辺ですね。自由の女神像が写ってるってことは、ここからずっと南。本当だ。大学からは遠い、多分金融街かもな。伊藤です。金融街ってまずどこっすか？南、ここか。うわ、全然撮ってないけど、とりあえずこの辺。あ、ここ自由の女神だろう。じゃあこの辺ちょっと目指していこうか。フィリップ、写真を撮った場所に向かってるんだけど、これいつの写真？タイムスタンプは30分前。すっごい便利。この顔認識って自作？ああ、卒論のプロジェクト、就活で使えると思ってさ。うまくいったら僕が推薦状書くよ。30分前なの？30分前で行方不明なの？周辺の木、ビルは多分公園の隣だな。行方不明になって数日経ってんだけど、彼のいる、彼と連絡がつかないってだけで、どこにいるかっていうのは、こう、なんか SNS かなんかで彼が発信してるのか。だけど、ずっと、こう、家には帰ってこないよってこと？オッケー。ふう。いいね。視聴者。リスクとの戦い見たぜ。次。あんたが窓を突き破るシーン、すごかった。まずは。ふう。
肉団子のレシピ。悪名高い肉団子のレシピ。ステップ10、 MJ のアパートを燃やさないことって書いておこうかな。と、まあ事件があったやつですね。で、この死体をここの教会、トイリーティー教会。OKOK。して、こちらですね。そこから100メーター進んだところ。ここ俺も知ってるぞ。ウォール街、見たことある。で、ここ。海辺のねとこなんで、おそらくこの辺りかなと思うんですけど、今の最高ブルックリンブリッジ、自由の女神があるし島の端に近い場所ってことかな。何かあるんだよな、屋上にな。あれが自由の女神ってが、あそこか。自由の女神、あそこか。どこだろう。もうちょっと向こうかな。これ多分あそこじゃないかな。あった、めっちゃ燃えとるやん。あの学生たち、ハロウィンパーティーのやつらと同じだ。Dに操られてる。マジか。はい。はい。炎が広がってる。早く止めないと。止めないと。下にもいんのか。この上か。ここかーい。はい。ピシュー。これで最後だな。オッケー、片付いたぜ。なんとか消防も来て。どうなってんだ。いつも通りだったのに突然怒りに駆られて止まらなくなったさ。あ、彼はリーに操られていたんですね。でもしばらくネットは見ない方がいいかも。オッケー、カラス見つかったぜ。次のテストを始めるぞ。今どこだね。あ、すみません、バスが止まっちゃってタクシーもいなくて。できるだけ早く向かいます。さあ次のサイドやっときましょうか。あ、ブラックキャッツあるじゃん、あるじゃん。ちょうど近いところに。登る。フェリシアは一歩先を行ってる。だったらそれを逆手に取ろう。彼女がはしごした場所を分析すれば出発地点を絞り込めるはず。どうもネコちゃん、ここは出遅れちゃったけど、あといくつか場所を割り出せたら絶対隠れ家を突き止められるはず。オッケー、クリア。じゃあ最後フィスクのアジトとかちょっと行って一暴れしてね、終わりましょうか。さあブラックキャットの張り込みはあと2つですね。ユリ、この建設現場タイムズスクエアで売ってる腕時計くらいうさんくさいよ。
令状を取るだけの証拠がない。自力で頑張ってちょうだい。いつものこと。スナイパーにデルズ。向こうにいるのか。当然だ。ボスにとっちゃ高級ホテル。何でも思い通りだ。無所の奴らに慕われてんのか。2人目。サイパー、オッケー。3人目。おう、オッケー。スナイパー片付いた。3人か。シュッとシュッといってピュッと。オッケーオッケー。そこかな。はい、捕まえる。ちょっと行く。ふい。ほい。距離伸びてるウェーブ2。バレてんのかーい。しょうがないな。降りてきてんだよ、もう、じゃあ。はい、レフトッチ。はい。遅かったね。大丈夫？顔面キックはまだいけるから。はい、はい、決めちゃうよ。フィッシュムーブ。おお、これ当たるんかい。はい、はい、次。ドーン。避ける。ドーン。捕まらないか。マジで？また来たの？僕友達こんなにいたっけ？すごいな、いっぱい来るな、今日は。はい、バイバーイ。スパイダーマン、記録を見たけど、その現場はカルテルのダミー会社から配達を受けてる。はい。ドラッグ売買ってこと、今日でおしまい。お前は、盾持ちなんで、フィニッシュムーブで。はい、パーフェクトドッチで、10回決める、しかも。どうも。お前は盾持ちだからフィニッシュムーブで決める。最悪、また来たね。いつもいないのになんでまだいんの。はい、どうも。みんな場外へ。おさらばです、今日は。はい、
フィッシュムーン。はい、仲間の銃撃食らっちゃう。ドーン。またいっぱい来た。ファイナルベーブ。みんなこぞって通勤ラッシュの練習でもしてるの？はい、ドーン。フィッシュムーン。決めちゃう。避ける。ドーン。はいはい、黙らせてやら。お前がな、黙っとけや。はい、避ける。ドーン。はい、ドーン。はい、ついにロケットランチャー部隊もここで終焉です。お疲れでした。あ、まだ1匹いた。ごめんごめん。ドーン。ドーン。おう、一丁上がり。今日綺麗に決まったな。ユリ、君のために再起不能の悪党とデザイナードラッグを大量にがんじがらめにしておいたよ。どうも、匿名の垂れ込みってことにしておく。オッケー、拠点トークン3つゲッツ。次ラストかな、これ取りに行って今日は終わりにいたしましょう。はい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 。はい、着地。はい、こちら西部の本部、パークシティの状況を報告せよ。どうぞ。ロケット、はあ、両親が飛行機事故で死んだことはみんな知ってる。でも政府職員だったなんて誰にも言えない。もっと二人のこと知ってたらな。秘密ばかりで。あ、そうなんだね。いろいろと事情があるわけですね。さあ、あとコスト1、これだけ。チャージジャンプ、移動中また立っている状態で、R2 と×を押し続け、チャージしてから×を離すと大きくジャンプする。OK。スーツは？4 倍ダメージ。攻撃力アップか。うわぁ、これかっこいい。これちょっと次回だな。バイオメッシュ。コンボカウンターリセットせずに受けたダメージ一部を吸収する。ロケットダメージ経験。これいらないな。だって今全部避けたもん。ほぼほぼ避けたからね。まあ、解除ぐらいはしとこうか。これいいな、フィニッシュの弾が。フィッシュムーブでね、できる。フォーカスの蓄積速度アップ。多分これフォーカスが、やっぱり、こうね、重要になるんで、やっぱこうフォーカスね、あれは重要ですよ。ということで、フォーカス蓄積速度アップでしょ。まず回復量が増える。フィッシュムーブ、鉄筋、弾か、ガジェット、弾、これだいぶ大体でもな、そんなにガジェットの弾は必要ないんだよな。スキャンした敵はそのままになるか。
そうだな。カセット攻撃でフォーカスたまるか。これだな。これでいきましょう。さあ、ではこの辺で今日は終わりにしようと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらですね、YouTube チャンネル登録やコメントよろしくお願いいたします。では次回も、ニューヨークの街は守り。次回は、博士の研究所に行くところからスタートですかね。はい。ではまた見に来てください。ありがとうございました。マイルズのお母さん。はい。パーカーさん、リオ・モラレスです。マイルズにフィーストを紹介してくれて本当にありがとう。いいえ、ピーターって呼んでください。パーカーさんって呼ばれるほど大人じゃないし。あの子ちょっとためらってたみたいで、アルバイトかセラピーかあの子に選ばせたの。あの子は被害者扱いも同情されるのも嫌がって。その気持ちわかります。おばさんに言っておきますね。初日には僕も行きますよ。ありがとう、本当に助かるわ。